小泉京子と豊原、堂々デート。小泉京子と豊原康介が、堂々デートする姿をキャッチした。10月下旬の夕暮れ時、小泉は都内にある喫茶店にいた。ブラウンに統一された店内を、テーブルライトの明かりが柔らかく包み込んでいる。壁一面の棚にカップやティーポットが並び、磨き込まれたカウンターでは白髪の男性がシェーンをくゆらせる。都心の喧騒にあって、時間の流れ方が外の世界とは異なるようにも感じられる店内ソファ席で、小泉はゆっくりとコーヒーを味わっていた。その正面には、豊原。カップが空になっても、せわしなく席を立ったりはしない。時折上げる笑い声は、店の雰囲気に触らないよう最小限のボリュームだ。二人が腰を上げたのは辺りがすっかり暗くなった頃だった。会計を終え店を後にすると、並んでゆっくりと歩いていく。顔にはメガネだけ。マスクや帽子といった変装道具をつけていない小泉に、思わず振り返る人もいた。そんな周囲の視線を気にも留めず、二人は途中、ドラッグストアでトイレットペーパーなど日用品を購入すると、近くのマンションへと消えていった。